もなく新木場終点です。お忘れ物なさいませんようご注意ください。東京メトロをご利用くださいましてありがとうございました。皆さんこんにちは、ガサキ鉄道です。ニュース動画でもお知らせした通り、おととい、7101F が引退しました。今回は引退後の同編成を見に、和光検釈新木場分室、以下新木場車庫に来ました。目の前に見えるのは東武5万、70系、今乗っているのは4万系です。それでは降りましょう。ダイヤ的には、回送電車が到着するとすぐ、始発電車が出るようになっています。5万、70系を見送ります。新木場駅は、降車ホームと乗車ホームに分かれ、列車は一度、留置線の入ります。そしてこの先に新木場検釈があります。とまあ、前置きはここら辺にして、新木場車庫に、行ってみよう。駅の南側に来ました。ここからはこのようなルートで向かいます。しばらく一本道となります。ここからは留置線を出る有楽町線の姿が見えます。高架下には東京メトロの施設もありました。道の端に来ましたので、曲がります。では、ここで少し、7101F についておさらいしましょう。同編成は1974年の有楽町線池袋銀座1丁目の開業に合わせて誕生し、最盛期34編成を誇った7000系のトップナンバーでもあります。大規模更新の際には貫通路を除き大きな変更はなく、後に制御装置とモーターがジョッパ制御から三菱製の VVVF へ、直流直巻モーターから交流誘導モーターに更新されます。2008年の副都心線開業時は有楽町線と共通運用となることが決まり、副都心線の保安装置に対応させる工事を行う編成と、そのまま廃車または海外譲渡された編成に分かれました。この編成は最も古いのにもかかわらず工事を受けて残存、一部の編成は副都心線と直通を行う東急の事情で10両から8両に短縮されましたが、
この編成は重量でどんどん増した。2021年から 17,000系への置き換えが始まると重量から順に置き換わっていきました。8両の 7,000系も廃車されたのですが、肝心な 17,000系の8両が何らかのトラブルにより運行開始できず、その間は重量であった10,000系が8両に短縮され、代わりに廃車予定だった7,000系10両のうち、7101F が残存しました。しかし、4日前に17,000系8両が運行開始して、早速おととい 7101F が廃車改装。こうして7000系10両は消滅し、同時に有楽町線と東武東上線の大部分から、7000系は消えました。というのが解説になります。さて、現在ここまで歩いてきました。ここからは一本道ですので、一気に飛びましょう。では、新木場車庫の上を通る橋へ登ります。この先にはどうやら、新木場緑道公園という公園があるらしいです。到着しました。柵の端から少し中を見てみます。10,000系のカーブした前面が並んで綺麗ですね。そして中でも手前にある車両はここ一番の見どころ。3年前に引退した千代田線の6,000系です。基本的に7,000系と共通設計です。なおこれは、胴体保存ではありません。実際に営業運転はしていませんが、車席はあります。前面にはリバイバルとして英断マークがあります。世界初の技術がたくさんあった車両だけに、残してくれていてとても嬉しいですね。西武6,000系もいます。東武の車両が来ることもあるそうです。私は中学1年生、身長の問題で柵の上には届かないので、主に隙間から見ていきます。先ほどの6,000系の手前には自動車が入れるところがあります。陸送の時に使うようで、最近も 7103F が解体場所まで陸送されていきました。正面から見た6,000系です。やっぱりかっこいい。こちらは作業員研修用の模擬線路です。鉄橋もあります。よく見たら17,000系もいますね。架線に隠れて番号などはよく見えません。4車両の並びを正面から見ます。さて、お待たせしました。いよいよお目当ての7101F が来ます。3つのうち、一番左にある車両。これがもう二度と営業運転につかないであろう。7101F です。悲しさが漂います。下からも覗いてみます。隣には試運転線があります。
さて、先へ進みましょう。7101F を見ながらスロープを下っていきます。車庫の壁のラインまで有楽町線カラーです。公園に着きました。綺麗な運河ですね。ここで休んだら良さそうです。京葉線の橋もあって、かなりの撮影スポットですが、今回の目的とは違うため撮影はしません。17000系が出場していきます。引き続き進んでいきます。異様に低空なところをヘリコプターが飛んでいます。車両基地の端に来たので曲がります。1994年にできた公園らしいです。結構新しいですね。車道は何のためにあるのでしょうか。また、何やら左側に大きな空き地があります。拡張計画でもあるんでしょうかね。ここがどうやら正面玄関のようです。まるで学校みたいな入り口です。10000系の横に 7101F が止まっています。横から見ます。車止めに隠れましたが、意外とよく見えました。先に進みます。何やらもう一つ門があるようなので近づいてみましょう。はじめに紹介した6000系の反対側が見えました。こちらは A 段マークではなくメトロマークです。やっぱりかっこいい。それでは今回はこの辺でお開きにしましょう。ご視聴ありがとうございました。
you